皆様こんにちは、ミクです、はい、今日はディズニーシーに来ております。今日は一人です。はい、何をしに来たかと言いますと、今日一人ディズニーしようかなって思ったんですけど、パパとママがシーにいるじゃんと思って、ちょっと見つけ出そうかなと探し出してびっくりさせようかなって思ってます。題して一人ディズニーしてるかと思いきや、パパとママを探し出せ、というね、ちょっとくだらないのか面白いのかというよくわからない企画なんですけれども、この広いディズニーシーの中で見つかるのか否か、皆様応援していてください。パパとママはね、今日私は仕事だと思ってて、絶対にディズニーにいるなんて思ってないので、見つけ出していたって言ったら本当にびっくりすると思うの。私はどうしても見つけたい。じゃあちょっと行ってくるね。行ってきまーす。って言っても、どこにいるかはちょっと分かんないから、今からちょっと電話してみたいと思います。でも、ね、今カメラがねなくて、これ携帯で撮影してるんですよ。一回ちょっと切りますね。お土産ちょっと今日買ってきてくんないみたいな、よく分かんない、いつも絶対しないような電話なんですけど、しようかなってそうしてみます。入園しました。とりあえずお腹が空いたので、私はご飯を食べに行きたいと思います。ご飯、どこで食べようかな。寒い、雨降ってたんだけど昼やんでよかった。やばい、今さ電話したの、電話したらさミッキー広場にいるって言ってた。ちょっとやばい。カメラってさ家にさあったっけみたいな、なんかどこにあるのか分かんなくてみたいな、 SD カードとかさ全部ママ持ってるみたいな感じで電話したの。たら、ママ全部持ってるよみたいな、 今どこにいるのってか、その後何って言ったら、ミッキー広場でみたいな、ミッキーたちが目の前にいてみたいなこと言ってたから、今ミッキー広場ね向かってるしないと見つけても、ちょっとやばい、めっちゃ面白い。ちょっと待って、いやいないですね、いない、どうしよう、いない。もうさすがにさしつこいじゃん電話するのは。いないです、どうしよう。あ違うわ、びっくりした、いなかった。緑のコートってこのバッグ持ってるの、だからねバレると思うんだよね普通に。いないですね、いないです。どうしましょうちょっとどこにいるか不明なので、私はもうご飯を食べます。とりあえずこれは今日出会えないかもしれないですね。 LINE が来ればいいな、なんかママかなとりあえずガンビに行って腹ごしらえします。喋れないけど、ごめんね。ミタンとシュールの2人を見つけ出さなきゃいけない。でさ、この中で、ね、電話するって結構リスキーなのって隠れて電話するしかない。出会うわけないよね、こんだけ広いんだもん。出会ったらすごくない？見つけないと本当に取れたくない。てか抽選しなきゃ、抽選足りないです。抽選したらヤフーとクランドカートが当たりまして、今日ちょっと寝坊して3時半に来たんです。で今4時なんですけど、4時に抽選したらびっくり。ちょっとビッグバンドビート見れるってことで今から楽しみです。もはやパパとママ見つけられなくてもいいや。本当に今日何も食べずに来たので、ちょっとご飯を求めに外に行きたいと思います。次。
そうありん、そうありんに乗りたいけど、ソアリンはやっぱりもうスタンバイパス余っていないようです。ああソアリン乗りたいな。ママとママどこ、パパとママどこ。ニューヨークデリーに行こうと思ったんですけど、めちゃくちゃ並んでて、並んでたらビッグバンドビート間に合いそうにないので断念。他行きます。わあ並んでる、めっちゃ。マジで何この列。私は次ここに行きます。ロックサイドダイナー。やばい、今ママから LINE 来て、スターティードリームスみたいなの、ラッキーのカチューシャいるみたいな言われて、え、どこに行ってるのみたいな感じで聞いたら、あのデパートメントストア、アメリカモーターフロントのっていうか、マジで向こうから LINE してきたからね、今ここにいますみたいなこと、今向こうから LINE してきたからね。マジでラッキー。向かいます。ご飯なんかどうでもいい、向かいます。とにかく向かう。マジで乾杯。乾杯。マジで出た。待って、いた、やばいやばいやばい、いた。2人で腕を組んで歩いてますね。ちょっと追いかけます。なんか見つけられるもんなんだね、やっぱ子供は。ただの不審者じゃん、私やってること。これただの不審者だよね、やってることね。あ、座りますね、これはベンチに、ベンチに座ります。あそこにいますね、あそこにいますね。あ、いますね、います。これはやりました、すごい。入って1時間半で見つけられると思ってなかった。これは本当に嬉しい。どうしよう。でもさ、もうここでさ、あ、なんかネタバレせずにさ、ビッグバンドビート行ったらまたはぐれるよね、多分。じゃあネタバレしに行こうかな。すいませんって言って声かけて、ターキー、今日ターキーも持ってきたの。ターキーも景色眺めてるよ、かわいいね。これ持ってきたんです、これ。あのちなみにこれ新商品のターキーチキンレッグ、ターキーチキンみたいなやつなんですけど、これをあの買いまして、ちょっとぶら下げていこっかな。ということで突撃していきます。一人？びっくりしたんだよ。なんでこいつが来たの？なんでお前がいるんだと思ったりして。すいません。あのね、マスクしてください。今ね、ここ向かってあの飲んでたのよ、うん。コーヒーを。コーヒー飲んでたのね。そう。うん、向こうに行った。なんか自分最強のドッキリじゃない？はい。なんで分かったの？ここにいる。え、違う、ママとママがさ、ちょうどさ、スターリードリームスのカチューシャ買うみたいなラインが来たから、うん、これ見つけたんで買ったんだけど。3時半1時間半で見つけた。ああ、そういうことだな。うん、何がさ、分かんなかった。今日さ、C 行ってんの知ってた？知ってる。だって昨日 C 行きますって言ってたじゃん、自分たちで。ああ、じゃあ行こっかなみたいな。で、3時半ぐらい来たの？そう、行こっかなみたいな。ということで、パパとママ見つけられました。びっくり。ターキーぶら下げてパパとママ見つけました。ターキーぶら下げて、はい、あの見つかるもんですね。見つかるもんです。絶対見つからないと思ったんですけど、結構見つかるもんです。私はビッグバンドビート当たったので、ビッグバンドビート見てきます。当たったの？はい、3時4時に抽選して。会えました。はい、ビッグバンドビート当たったので見ていきたいと思います。ビッグバンドビート見てきた。知ってる人は知ってる。神キーでした。泣いちゃった。すっかりね、夜になりました。キラキラしてる。パパとママが今ケープコットにいるようなので向かいます。綺麗、めっちゃ綺麗じゃない？はい、私がずっと食べてみたかったこちら、
フルーツサンドを買いました。これ単品で800円でした。結構大きい。いただきます。ホイップクリームが苦手な方は食べられません。ホイップです。全部ホイップ。ほとんどホイップ。フルーツサンドって書いてあるけどね。ずっとホイップじゃん。ずっとホイップじゃない。いちごサンドって書いてよ。え？これね、多分ホイップサンドみたいな感じです。ホイップはジャムなんだ。うん。わい。デリシャス、デリシャス。みんな、あー。見せて。これ結構量ありますね。毎日売り切れレベルかと思ってたの。何時にはもう品切れですみたいな。全然あったね。どんどん作ってるからじゃない？その場で。作ってるね。これは。うん、で食べ終わったらダッフィーに私は会いに行きます。ダッフィー、会いに行ってきます。当選したので行ってきます。可愛いね。はーい。イエーイ、まあまあまあ。はー。シェリーメイってことでいいですか？ OK。 シェリーメイちゃん、ありがとう、ありがとう。 また会いに来るね。かわいい、ありがとうございます。バイバーイ。ありがとうございます。ちょっとかわいすぎない？まずいよこれは。ということでラッフィーちゃん最高でした。ありがとうございました。トランジットスチーマーライン。まもなくの広報です。トランジットスチーマーライン。ちょうど花火が上がる時間ですが、最後までそのまま楽しみください。音楽とともに皆さんのディズニーシーの船乗り。そうだよ、今から。すごいすごいすごい。ほらほらほら。ニック。ニック、サラミ撮ってもしょうがない。こっち向いて。ありがとうございました。今日のママとパパの本当に本当にやらせじゃないんです。突撃してリアルな反応を見せられましたね。またこんな感じのドッキリもねやっていきたいと思います。、はい、では見てくださってありがとうございました。